ヒルデスハイムの聖マリア大聖堂の壁に茂る千年のバラ千年のバラ、またはヒルデスハイムのバラはドイツヒルデスハイムの聖マリア大聖堂の後人の中庭側の壁に茂る樹齢約千年の犬バラの木である。聖マリア大聖堂と隣接する聖ミカエル聖堂は1985年に世界遺産に登録されている。このバラは世界で 最も樹齢の長いバラと考えられている。伝説によれば815年頃のヒルデスハイム教区の設立にまで遡る。建物はバラが成長している範囲の周りに建設された。バラは高さ約21メートル、幅約9メートルの大聖堂の東後部に沿って成長している。バラの木の高さは約10メートルに達し、少なくとも 約700年の樹齢があることが文書で確認できる。815年にルートビヒ一世によってヒルデスハイム教区が置かれた時の話にはいくつかのバリエーションがあるが、いずれの話にもこのバラは登場する。大聖堂は第二次世界大戦中の1945年に連合軍の爆撃によって破壊されたが、バラの木の根は生き残り、廃墟の中で再び開花した。 伝説によると、このバラが繁茂する限りヒルデスハイムは繁栄するという。ザ・ディファレント・ブランチーズ・マークとザクセン広告が、フランク王国に征服された後、カール大帝は800年に、ドイツにリーダーザクセン州のヒルデスハイム軍にある、ヒルデスハイムの西約19キロメートルのエルゼのイースト・ファリアヌス宮殿で宣教司教区を設立した。 彼は宣教主教区を聖ペテロと聖パウロに捧げた。これがヒルデスハイム主教の起源となった。彼の息子であるルートビヒ一世は815年に主教座をヒルデスハイムに移し、これを8月15日に祝われる聖母の秘書天に捧げた。これにより北ドイツで最も古い都市の一つであるヒルデスハイムは815年に ヒルデスハイム主教区の所在地となった。大聖堂の所在地となったことで、町は急速に発展し、983年にオットー三世によって市場開催権を与えられた。教区の設立の約50年後に最初の大聖堂が完成した。また、この頃に修道院も建てられた。修道院を建てたのはヒルデスハイム主教となり、 エッセン修道院を設立したベネディクト会の修道士セ聖アルト・フリットである。大聖堂は第二次世界大戦中の爆撃により破壊されたが、バラは生き残った。大聖堂根流の伝説を描いた無名の画家による1652年の絵画。ヒルデスハイム大聖堂博物館所蔵。ロバート・ヘイブン・シャフラーは1909年の著書ロマンティック・ジャーマニーで、 このバラに関する伝説を次のように記述している。815年、カール大帝の息子のローマ皇帝ルートビヒ一世はヘルシニアの森で狩りをした。彼が白いおじかを飼っている時に仲間とはぐれ、獲物も馬も見失った。彼は狩猟用ラッパを吹いて助けを求めようとしたが、誰も応じなかった。混乱した、彼は一人でイネルシテ川を泳いで渡り、 一いた地中歩いて、犬バラで覆われた塚に到着した。犬バラは、かつてのザクセンの女神フルダの象徴である。皇帝は、聖母、マリアの遺物を含む、聖遺物箱を持っており、眠りにつくまで救助を祈った。彼が目を覚ました時、真夏であるにもかかわらず、塚は白い雪で覆われていた。バラは満開で、草は青々としていて、木々は、葉で覆われていた。彼は、 自分の生物箱を探し、それがバラの枝の間で氷に覆われているのを見た。この奇跡を彼は女神が彼女のベッドを振ることによって彼にサインを送ったのだと解釈した。フルナは雪のように白い服を着た乙女として描かれている。フルナは女性の主義の保護者であるが、荒野や冬にも関係しており、雪が降るのはフルナが羽毛の枕を振っているからだと言われる。 彼の従者が皇帝をようやく見つけたとき、彼はこの塚に聖母を称える大聖堂を建設することを誓った。彼はバラをそのままにし、皇人の祭壇の後ろでバラが成長するように大聖堂を建てた。千年以上経っても、そのバラはまだ咲いている。別の伝説では、ドイツ皇帝類型剣王は獲物を追いかけている間に大切な生物箱を失い。 それが発見された場所に礼拝堂を建てることを誓ったという。聖遺物箱は犬バラの枝の間にあり、皇帝はバラのそばに聖堂を建設した。11世紀の出版物、ふんだちオアクリーズはヒルデンセモンズには別の伝説が記載されている。皇帝は狩りの最中にミサを行うために聖遺物箱から聖遺物を取り出した。 説教が行われている間に生遺物脇に置かれたが、彼が再開された時に回収しなかった。後でチャプレンが回収しようとしたが、枝から生遺物を取り除くことができなかった。皇帝は、これが神の意志であると信じ、当初、エルゼに計画していた教会をその場所に建てた。ジェシー・ウェストンによる最初の印刷作品の一つに、ザ・ローズ、 ツリー・オブ・ヒルデスハイムという長編の詩がある。これは、このバラの物語をモデルにした犠牲と規定についての物語である。これは、1896年に刊行された彼女の詩集の表題作となった。マーベル・ワグネールの1918年に刊行された、物語・ザ・ローズ・ブッシュ・オブ・エーサウザンド・イヤーズ本は、ヒルデスハイムのバラからインスピレーションを受けたものである。 これは、若い女性が修道院の世話をするために赤ん坊を、捨てるが、後に悪評を受けて、精神的な変化を起こし、子供との関係を再燃させるという話である。この物語をもとに、1924年の無声映画、奇跡のバラが制作された。この映画は、ジョージ・ディ・ベイカーが、脚本、監督を務め、ビオラダナ・モンテ・ブルー、ルー・コーディが出演した。 ウェブサイト書籍、ありがとうございます。